ジョプリンのメインストリートジョプリンは、アメリカ合衆国ミズーリ州南西端に位置する都市。人口は4万5千504人。都市圏では10万人を超える。また、市への通勤人口が多く、昼間人口は25万人に達する。古くは、円工業で栄えた。第二次世界大戦後に、鉱山の閉鎖が相次ぎ、一旦は、錆びれるが、現在では、 ミズーリー・カンザス・オクラホマー・カンソーの4州にまたがる、ホーステートエリアの中心都市として発展している。しかし、2011年5月に発生した e f 後の竜巻が市街地を直撃し、街は壊滅状態となった。この竜巻による死者は162人、倒壊家屋は8400棟以上に上った。単一都市としての犠牲者数としては最悪の数値である。 これにより、米国政府は緊急事態宣言を行い、赤十字は全米に募金を呼びかけるなどした。南北戦争の開戦以前には、ジョプリン周辺では、鉛の鉱脈が発見されていた。しかし、ジョプリンが発展し始めたのは、南北戦争後のことであった。1873年頃には、ジョプリン周辺には、鉛の採掘のためにキャンプが張られ、 住民のジョンシー・コックスによって都市計画が出されていた。コックスは近くを流れる小川にちなんで村をジョプリンシティと名付けた。このジョプリンという小川の名そのものは19世紀中頃にこの地にメソジスト教会を設立したハリス・ジー・ジョプリン牧師から付けられたものであった。やがてジョプリンシティは 対岸のマーフィーズバーグと合併するが、この合併は違法であったため、すぐに解消された。しかしそのすぐ後に、再び合併し、ジョプリン主となった。19世紀末頃には、ジョプリンは地域一体の中心都市となるまでに発展した。メインストリート沿いでは建設ラッシュが起こり、バーやホテルが次々と開店し、周辺には民家が立ち並ぶようになった。また、ジョプリンは、 中南西部におけるトロリー、鉄道交通の拠点ともなっていった。やがてジョプリンは、世界の鉛、アエンの首都、といわれる工業都市へと発展していった。しかし、第二次世界大戦後、ジョプリンの繁栄を支えた鉱山は次々と閉鎖になった。人口は伸び悩み、街は錆びれていった。1960年代から70年代にかけては、都市再開発の名のもとに、 歴史的なダウンタウンの16万平方メートルにも及ぶ広いエリアが取り壊しの浮き目にあった。現在ジョプリンに残っている歴史的な建物の中には国の史跡に指定されているものも多い。ジョプリンの歴史的な建物の中には次のようなものがある。1990年代に入るとジョプリンやその周辺部は再び成長を始めた。現在、 ジョプリンは4州にまたがるフォーステートエリアの中心都市として発展している。ジョプリンは北緯37度4分40秒整形94度30分40秒、北緯37.07778度整形94.51111度、37.07778-94.51111に位置している。同市は、 ミズーリー・カンザス・オクラホマ・アーカンソーの4州にまたがる、ホーステートエリアの中心都市である。カンザス宗教から約11キロメートル、オクラホマ宗教から約16キロメートル、アーカンソー宗教からは約88キロメートルに位置している。アメリカ合衆国統計局によると、ジョプリン氏は総面積81.6キロ平方メートルである。 このうち8 1 4 k ルが陸地で0 2キロ平方メートルが水域である。総面積の0.25%が水域となっている。ジョプリンは、ホーステートエリアと呼ばれる地域における経済、文化の中心都市である。その名の通りこの地域は4州、ミズーリ州南西部、カンザス州南東部、オクラホマ州北東部、とアーカンソー州北西部にまたがっている。 正式には、ジョプリン都市圏は、ミズーリ州内、ジャスパー軍とニュートン軍に限られている。しかし、行政、ビジネスメディアのいずれにおいても、ホーステートエリアが、より重視されている。ジョプリンは、国の地理重心に近いこともあって、同市に本社を置くファイをはじめとした、流通業が発達している。また、イーグルピッチャーインダストリーズ社や FAG ベアリングス社、さらには、 フォーチュン500に入る企業であるレゲットプラット社もジョプリンを中心としたこの地域内に本社を置いている。ジョプリンの玄関口となる空港は市の北約7トルに位置するジョプリン地域空港である。ジョプリン市内にはカンザス式サザン鉄道をはじめ BNSF 鉄道の支線やミズーリノーザンアー乾燥鉄道が通っている。かつては 鉄道交通の拠点であったが、市の鉱工業の衰退とともにその多くが廃線となった。1960年代以降、旅客鉄道はジョプリンを経由していない。市内のユニオンディーポは現在でも KCS の本線にあり、修復に尽力している。市の南には、週間高速道路 I-44 が通っている。I-44 は、 かつて国道66号線のバイパスとして建設された有料道路が週間高速道路に転じたものでセントルイスとオクラホマシティを結んでいる。また、市の東を通っている国道71号線は将来的には周回高速道路 I-49 に格上げすることが提案されている。すでにカンザスシティアーカンソー州。 ポートスミス間では4車線化がなされ、高速道路規格の道路となっている。なお、現在、I-49 は、ルイジアナ州内の高速道路となっている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口校税年齢別人高校生世帯と、家族収入と家計。ありがとうございます。